海蔵です。イラストレーター超初心者講座第16回目となります。今回はですね、イラストレーターでハンコみたいな、加工をしていきたいと思います。あらかじめ海蔵って2文字で会議をした赤いテキストを打ってみました。この赤はハンコっぽい色なので、ちょっとブラックを加えて暗い赤色にしています。はい、ではこの打った四角い文字に四角い枠をつけますね。長方形ツールでの文字を囲むように四角を描きます。すると、今赤い色を文字につけていたので四角も同じ色になりました。で、この枠線に色をつけたいので塗りはいりません。かつ同じ色の線にしたいと思った時に、この今塗りがありますよね。この塗りをドロップしてこの線のところに手のマークになったら持ってって離せば全く同じ線の色が反映されます。次にこの塗りはなしにすると同じ色の線が作れました。この文字とこの線は同じ色です。四角と文字を両方選んでウィンドウから整列を選ぶと整列パレットが出るので、真ん中で揃えたいので左から2番目の水平方向中央に整列を選ぶと、ちょっと微妙でしたけど横でセンターに揃えました。次に縦も揃えたいので垂直方向中央に整列というところをクリックします。はい、するとぴったりと中央に揃いました。はい、この状態だと内文字と真四角っていう組み合わせでハンコ風ではありませんよね。これを、いろいろな効果を使ってハンコ風にちょっと崩していきます。ではまずツールバーからウィンドウをブラシを選択してブラシパレットを表示させます。このブラシっていうのは、パスにこういう筆文字とかチョークとかそういう、効果を つけることができるパレットです。例えばこのハンコの枠四角を掴んでこのマーカーというのを選択するとこういうふうに筆みたいになりますね。ではこのチョーク落書きというのを選ぶとこんなふうになります。でこの状態でもうちょっと線細くしていくとさっきより細くなりました。次にこの文字にもこういう効果をつけたいなと思うんですけど、これで同じようにブラシを掴んでも何も起こりません。なぜかというとこれはまだアウトライン化されていないからなんですね。なのでこの文字はアウトライン化します。アウトライン化はコマンドシフト O、コマンドシフトアウトラインの O ですね。でこの状態でブラシのパレットを選択してみます。チョークはちょっと太すぎるのとオーバーかなっていう効果がちょっとオーバーすぎるかなと思うのでマーカーにしてみますね。するとこんな感じですね。こんな感じでブラシパレットをいろいろ試してみてください。ちなみにブラシは他にも種類があります。ブラシパレットの横の三角を選んでブラシライブラリを開くとするといろいろ出てきます。例えばアート、木炭、鉛筆を選んでみますね。するとこのようにハンコに向いてそうなブラシが出てきました。これで
試してみますね、うん、これとかいいかもしれないんで、太すぎるのでちょっと線幅を細くします。どうでしょう。あとは微調整をしていってください。ちょっとこの実がくっつきすぎだわと思ったら実を離したりですね。とりあえずこんな感じにしてみました。で、次にこの四角を、真四角なので角に丸みをつけます。角 R と言います。メニューバーの効果のスタイライズから角を丸くするプレビューをチェックすると分かりやすいです。で、半径を大きくすれば丸みは大きくなります。で、調節していきますね。まあ3でいいかな、4かな、 4にしてみました。はい、これで OK。 はい、はい、これでなんとなくハンコっぽいものができましたね。で、触りにくいのでこの文字と枠は一緒に掴んでグループ化しておきましょう。コマンド G で、これでこの横とかに置いて大きさなど調節していくようにしてください。拡大縮小の時の注意点なんですけれども、このオプション線幅効果も拡大縮小というところはこの場合はチェックするようにしてください。 OK。 以上でイラストレーターでハンコ風な効果を出す方法を終わります。ありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。海蔵でした。